電線雷鳴の時できた。私にやらなければならないことがあります。休んでもいい。殺意が空気から伝わる。時期を見て動きましょう。行きましょう。出発です。電線雷鳴の時切り。おかしなこと？ずっとここにいるけど、特に何もなかったよ。そうだ、少し前に二色髪の女の子が無人機をたくさん置いて道を塞いで行ったんだけど、もしかしてそのことについて聞きたかったの？彼女のことを知ってるの？よかった。無人機が道を塞いでしまっているから居住エリアにどうやって戻るか困ってたの。マップに印をつけておいたから、無人機を移動させるように彼女に言ってもらえないかな。
万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。雷鳴の時、起立、完成。時期を見て動きましょう。参ります。ここの気は乱れています。まさか。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。電線雷鳴の時、できた。時期を見て動きましょう。参ります。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。出発です。行きましょう。出発です。ここの気は乱れています。まさか。メイ、これまでの練習によってカードの新鮮味が少し薄れてきたと思わない？楽しみを増やす方法を提供してあげようか。そんな警戒した目で見ないでよ。君にとってこれはいいお知らせなんだから。簡単に言うと、君のカードと他の刻印を結び合わせる能力を増やしたんだ。新しい刻印と合わせることで
予想外の効果を発揮するかもしれないからね。アイデアに関しては英傑たちの日常から来てるんだ。なんて言葉だったかな。あ、そうだ。人間はたった一人で生きていけるものではないってね。新しいカードより私に興味があるの？それは驚きだね。その疑問はわかるよ。この武装カードは今まで誰にも見せてこなかったし、私自身が英傑たちと接触したわけでもないからね。それでも私の厳密さを疑う必要はない。ここにある刻印は全部私が緻密に考えたものだから。でも正確じゃなかったとしても、それがどうしたっていうの？何の関わりもない憎み合う二人を一箇所に集める。そうすればもっと面白い物語が生まれるかもしれないでしょ。さて、そんなことより刻印合流使用時の効果を見せようか。電線雷鳴の時できた。時期を見て動きましょう。ここの気は乱れています。まずは天啓のカード。対となるのは負傷。でも別の角度から見るとどちらも十分遠い未来を持ってる。そうでしょ？それと
この組み合わせを選んだのは他の部分を考慮したからだよ。ある映画のセリフを知ってるかな？花と歯は人を怪我させるものになる。でね。さて、このカードをアクティブ化してみて。君がその力を全部発揮できるか、私に見せてよ。万世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。決戦の時が来た。変化準備。美しい記憶は全部ここに、私の心の中にある。住んでもの時起立完成。行きましょう。私の番だね。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。おや、大きなショックを受けたような顔をしているね。カード使いとしての腕前が日々上達してるというのに、まだ喜べないの？遠慮する必要はない。君の想像以上に、私は多くのことを知っているんだから。記憶体がいくつか消えただけで、そんなに慌てる必要はないでしょ？ビルビーがいなくても知る方法はあるよ。怖がる必要はない。楽園の他の存在と違って、君は記憶を頼りにして生きてるわけじゃないからね。この楽園の基礎構造が破壊されても、何の影響も受けないよ。失礼だね。私はロボットだけど、死の意味くらいちゃんと理解してるよ。生きてる時の意識や感情、意志を失って何も残らず虚無になること、少なくとも人類はそういう風に定義してる。まあ私はデータの初期化と大して変わらないと思うけど。というか、コードを削除することよりも自分自身の命を終わらせることの方がずっとたやすい。データの世界は君が想像するほど脆弱じゃない。異なる情報が混ざり影響し合うからね。一部を削除しても
生成されたデータは特定のエリアで独立し稼働する。ビルビーを例えに使わないと気が済まないの？君の想像力の乏しさに感心してしまうよ。人類の浅はかな頭脳でデータの心を、いや、演算結果を推測しないで。ああ、脱線した。つまり私が言いたいのは、削除されても記憶体は悲しさを感じるわけじゃない。だから、そんなに彼らを心配しなくてもいい。同感だ。君の脳細胞は、あのデータと共に削除されたのかな？私は実験データの収集を邪魔する観測者を正そうとしてるだけだよ。人類がそういううぬぼれをする頻度をちょっとだけでも減らしたら、今の文明の技術はもう少し進歩できるのに。ましてや、その礼の言葉はあまり気持ちのいいものじゃない。やっぱり有意義な話をしよう。今までの君のカードの使い方は、まあまあ合格点だったかな。そろそろ新しいカードを紹介するタイミングだ。私の指示に従ってカードを手に入れるといい。なんて愚かな。死を経験した者よりその意味を理解できるものなんて存在しないだろう。美しい記憶は全部ここに、私の心の中にある。行こう。行動を開始しよう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。目標が現れて決戦の時だ。万世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。
な時が来た。このレッスン、全てを断ち切る。こんなに痛そう。これらのカードは極光の百味だよ。行こう。正しい使い方を教えてあげる。この これからの道はみんなと一緒に歩くから、だから心配いらないよ。休んでもいい。行こう。この道を歩いた人がいたんだよね。行動を開始しよう。行こう。何？彼女の話を聞いたことがないの？まあ確かに臆病な人格だから、会っていなくても別におかしくはないけどね。いつもしょんぼりしてるところを言ってるのかな。否定はしないよ。けどどんな性格であれ、彼女はビルビーの一部だ。その力が他の人格に劣ることはない。このカードもそうさ。どう？試してみる？今回は一時的にこのカードの性能を上げ、本当の力を感じさせてあげる。私の温度、試した。長夜は明け、星は滝のごとく。もう大丈夫ですね。雷電の速度、早く。防御を創生、万物となる。決戦の時が来た。長夜は明け、星は滝のごとく。やっていいか、準備。このレッスン、全てを断ち切る。やっと。長夜は明け、星は滝のごとく。文句はない。もう大丈夫ですよ。緊張しないで。行動開始。行きましょう。時期を見て動きましょう。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。ちっ、何の進展もないじゃないか。メイ、君は私がサポートする一人目の人類なんだ。
だからこそ君と失望という言葉を結びつけたくないんだけど。そう？まずは私からの試練をクリアしてからそんなことを口にするようおすすめするよ。昼夜は明け、星は滝のごとく。やけどに注意してね。審判の時は来た。強風よ、私に服従しなさい。はっ、審判の時は来た。昼夜は明け、星は滝のごとく。イエナのターン。もう大丈夫ですよ。一刀両断。必要な方にあげましょう。時期を見て動きましょう。参ります。どうやら新しいカードに対する理解が及第点に達したようだね。そろそろ次の試練に挑戦する時間だ。ほう、どんな質問でも聞いていいよ。私のように責任感のある先生なんてめったにいないからね。君は喜ぶべきだ。メイ、自分の怠惰に言い訳を探すのは良くないよ。いい根拠にならないからね。それとも楽園にあったさまざまなことのせいで少し神経質になってる？戦闘サービスの助手ロボットとして君のカード使用技術を向上させる。それが私の唯一の責務だ。これまで優しくしていたから勘違いさせてしまったのかもしれないね。今までは君の能力がまだ低かったから様子見していただけなんだ。当然だよ。あらゆる外的要因を排除し、核心となる目的を実現させる。それが人工知能の思考モードさ。そうでしょ？さあ、無意味な憶測をするより今の君がどこまでできるようになったのか見せてもらおうか。あなたの歩みはここに終わり。昼夜は明け、星は滝のごとく。やけどに注意。この列車すべてを断ち切る。決戦の時は来た。雷鳴。強風よ、私に服従しなさい。時期を見て動きましょう。はは、火炎罰剣。審判の時は来た。昼夜は明け、星は滝のごとく。
判の時は来た。五行神聖、万物となれ。雷電の刻、早く。はい。やはり気づかれたね。これからどうすればいい？今までの訓練のペースに戻す？いや、おそらくもう時間はない。マントが長くなったからちょっと慣れないや。どう？私の最も優秀な生徒よ。もう新しいカードを迎える準備はできた？ふう、メイ、私が君の立場だったらそんなことに強い好奇心を抱かないよ。結局、人格はビルビーの思考を分割したものに過ぎないよ。君もそう言ったよね。彼女がその人格を隠す理由は、二つしかないよ。一つは、その人格がコミュニケーションに向かないから。もう一つは、その部分の思考が多少なりとも危険だからだよ。大丈夫。これからそのカードを見れば意味がわかるよ。行こう。新しい人格カードの獲得方法を教えてあげる。ああ、そうだ。さらに付け加えて言えば、8つの人格が安定してるとはいえ、それが彼女の全部だって誰が教えたの？そのままの意味だよ。でも、誰が教えたかなんて大して重要じゃない。ビルビー自身もよく覚えてないかもしれないし。私だけがずっと覚えてる。だって、私は偉大な人工知能だもの。彼女がいくら天才だって自負しても、精密機械で構成された脳にはかなわないでしょ？おや、一体何を期待したの？置き場所に困ってるその想像力を、少しどうにかしたら？そうすればカードの腕前も上がるし、私の仕事も早めに終わるんだけど。行こう。今日のカードを手に入れるには少し手間がかかるかもしれない。美しい記憶は全部ここに、私の心の中にある。こっちだよ。この道を歩いて、は決戦の時が来た。雷電の子、互いに懸念点を残しておいた方がいいと思わない？君にこのカードを使いこなす資質があるかどうか、私も見てみたいし。そんなに言いたくないか。行動開始。
単刀直入に言う時が来たね。この先にいる敵たちを見た？奴らの中に入って倒して生き残る。そうしたら新しいカードは君のものだよ。意味のない疑いは必要ないよ。私がいつ君を騙したの？もう大丈夫ですよ。昼夜は明け、星は滝のごとく。よろしい。私の優れた指導のもと、すべてはうまくいっている。さあ、君の戦利品を確認するといい。私のアイデンティティに誓おう。さっきの怪物は私が用意したものじゃない。おそらくこのカードの性質に吸い寄せられたんだと思う。理由に関しては以前にも言ったはずだよ。これは特別な人格だからね。極悪のビルビー、文字通りそれは本物の悪人だ。これからの道はみんなと一緒に歩くから、だから心配いらないよ。雷鳴の時できた。行きましょう。殺意が空気から伝わってくる。行きましょう。このカードに対する君の理解はほぼ目標をクリアした。そろそろ次の試練を与えよう。そうネガティブに考えないで、メイ。そうするのは私たち二人の目標をなるべく早く達成したいからだよ。違う？はいはい、わかったよ。
君のやる気を上げるために。そうだね、ご褒美を与えるっていうのはどうかな。この試練をクリアしたら、ビルビーに関する秘密を一つ教えてあげる。安心して。ここまで一緒にいたんだから、君が探しているものはよく知ってるよ。だから私は本当に価値のあるものを君にあげる。私が燃える豪華、身を削る、苦行無限、生涯を照らす、一面の骸骨、不朽を作る。このレッスン全てを断ち切る。雷電のごとく、早く。素晴らしい戦いぶりだったね、メイ。適度な重圧があれば、君は己の限界を超え、サプライズをもたらしてくれるって信じてた。現金だね。いいでしょう。ではよく聞いて。ビルビーが滅多に口にしない秘密を。彼女はその手で誰かを殺したんだ。この仕事、少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。敵は見逃しません。殺意がメイ。わかった、君の意思を尊重するよ。代わりに別のことを教えてあげよう。例の秘密のことなんだけど。証拠を見つけたって言ったら、君はどうする？私と一緒に見に行かないの？やっぱり。この剣を出されると、君はどうしても断れない。そうでしょ？私にやらなければならないことがあります。敵は見逃しません。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。理由その1、私はビルビーが作ったものだから。その2、私がこの事件の証人だから。君が信じやすい方を選ぶといいよ。いい。行動開始。昔、彼女とここに来ました。ごめんね、メイ。君が試練を拒むから、こちらも少し、非常手段を取らないといけなくなった。今回の試練は、君を窮地に追い込むかもしれない。でも、君の意志と力があれば、きっと生き残れると信じてる。
安心して。ちゃんとリアルタイムでモニタリングするから、君の命を危険にさらすことはしないよ。だけど私はもちろん、そういう極めて特殊な状況以外は、試練の最中にどんなに突発的な場面があっても絶対に干渉しない。やけどに決戦の時が来た。やっつけた。もう大丈夫ですね。来年の時、早く。身を削る。苦悩無限、生涯を照らす。一面の骸骨。おめでとう、メイ。普及を作る。やっぱり君は最も優秀な生徒だよ。あと一歩で君は。待って、メイ。君はすでに勝利をつかんだ。そのことなら心配しないで。命の危険はないと、そう約束したから。秘密を。不明な発明。君の命を危険にさらさないって言っているのに、どうして信じてくれないの？ドラ、休んでもいい？異様な気配はこの近くです。探してみましょう。燃える豪華、身を削る。苦悩無限、生涯を照らす。一面の骸骨、不朽を作る。行こう。
その通りだけど。でも、君はまだ武装カードを使ってるよね。異常空間の敵に勝ちたいのなら、カードのサポートが必要だ。その点においては、君も否定できない。そうでしょ？だから、私はその気に乗じて、戦闘データのシミュレーションを続けたいんだ。そんなに正確というわけではないけど、まあまあ使えるからね。ある意味、一種の、遠回りな解決方法って言えばいいのかな。安心して。もう二度と、君を複雑な戦闘に誘導しないよ。もちろん、そんなことをしようとしても、君はもう私を信じてくれないでしょうけど。でも、君は今でも、対ケビン武装としての私の一部を使ってるわけだし、こんな小さな願いぐらい叶えてくれてもいいよね。命を脅かす敵に君が対応できるようになったこと、私は本当に嬉しく思ってるよ。君の、ごふん。かつての指導者として、こんな結果を目にするのは、喜ばしいことだ。ゆっくり理解する時間がないから。なるべく早く君にカード関連の知識を全て把握してもらわないといけないんだ。その質問に今は答えなくてもいいかな。そうだね。どうしてだろう。もしかしたら、私自身に対しても、その意味を説明できないかもしれない。背中にある剣は少しも重くない。温かいよ。
その通り。何せ火を追う英傑のコアみたいな存在だからね。彼の意志とは関係なく、他の英傑と多かれ少なかれ様々な関係性を持ってる。刻印の組み合わせをいくつか考えたんだけど、結果的に私の最初の構想とはかなり違うものになった。最初は螺旋の刻印と組み合わせようとしていたからだよ。それが対ケビン武装としての私の固い意志だったから。でも、どうやらビルビーは私の構想を却下したようだ。だから一歩譲って、彼と最も密接なつながりを持つ天啓の刻印にしたんだ。それでも、このカードの力は侮れないよ。アクティブ化してみて。これは私の宿敵に対する尊重でもあるんだ。天下、世の乱れを燃やし尽くせ。時期を見て動きましょう。炎上の光、来年の刻、早く。この仕事は行きましょう。休んでもいい。出発です。メイ、こういう時はそんな風に空気を読まない質問をしないで。残念ながら一部の性能の設計が原因で戒律の力はいつも他の刻印と干渉し合うんだ。だから仕方なく他の刻印との組み合わせの可能性を捨てざるを得なかった。現実でもそのようだね。アポニアの運命の意図は他人を霊落させる。無事でいられるのは彼女だけさ。それでも彼女の強さは疑いの余地もない。君も理解してるはずだ。このカードはその強さを継承してる。アクティブ化してみるといいよ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。やけどに審判の時は来た。火炎罰剣。雷電の刻、早く。私にやらなければな。私の番だね。休んでもいい。電線雷鳴の時、できた。時期を見て動きましょう。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。
極光と対になってるのは群星。太陽と星、名前からして互いに釣り合う組み合わせだ。そう思わない？だけど残念、現実では朝日が昇る時こそ群星が姿を消す時だ。さて、鑑賞に浸る時間はここまで。このカードをアクティブ化して戦って。行動が私の決戦の敵だ。昼夜は明け、星は滝のごとく。全身もう大丈夫です。シドリバッカン、ジェンシドありません。昔、彼女とここに来ました。いつだったか。どうしたの？まさか私が君をいじめてると思ってる？誓ってもいい、ただの偶然だよ。それに今の君はこのカードの使用者なんだから喜ぶべきだね。どう？この強い力にときめいてる？アクティブ化してみて、きっと後悔しないはずだよ。豪華、身を削る、苦豪無限、生涯を照らす、一面の骸骨、不朽を作る。決戦の敵が来た。イエナのターン。もう大丈夫。五行創生、万物となれ。いりません。殺意が空気から伝わってくる。雷鳴の時、起立、完成。行きましょう。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。行きましょう。行動開始。敵は見逃しません。行きましょう。電線雷鳴の時、起立、完成。敵は見逃しません。燃える豪華、身を削る、苦豪無限、生涯を照らす、一面の骸骨、不朽を作る。時期を見て動きましょう。ここの気は乱れています。まさか。参ります。出発です。
メイ、今のところ君は全ての武装カードを己のものにした。カード女子としてもう君に教えられるものはない。まあ誰かさんは途中で私の指導を拒否したけどね。だけどおめでとうメイ、君はこの武装カードを全部体験した唯一の使用者だよ。なぜならこのカードはもともと未完成だからだよ。おそらく完成する機会もないかもしれない。今さら少し寂しくなり始めた？私の協力を拒否したことを後悔してる？でも君は私を止めなかった。こんな風に誰かがそばにいることを楽しんでるんじゃないの？何せ、一人でカードを使って、一人で戦うのは退屈だもの。否定しないんだ。それが君の本音？感動した。ほら、もうすぐ天使の涙が出てくるよ。祝うべき時間に少しリラックスしたって大して問題はないよ。お返しにもう一つ秘密を教えてあげよう。実は、この仕事を終わらせたら、燃える豪華、身を削る、苦業無限、生涯を照らす、一面の骸骨、不朽を作る。むしろ逆かもしれない。奴らの存在が楽園空間によって修復されてるのかも。私の経験から見ればこんな奴らはどうでもいいよ。そんな些細なことより私の秘密の方が聞く価値があると思わないの？本当に？話してみて。はあ、私の試練には文句を言ってたくせに、自らトラブルに巻き込まれに行くとは。君の成長の方向は実に不可解だ。唯一変わってないのは、君が一度も私の言葉を信用してくれないところかな。さて、君の推測を話してみて。こんなワクワクするときに、私は君に何を教えると思う？ほう？さすがメイ、いい線を言ってるね。続けて。それは、私への褒め言葉かな。そう思われるのは嬉しいけど、それが何だっていうの？さすがメイ、自由に動ける両手がなくて残念だよ。
君に拍手を捧げたいくらいだ。だけど残念、半分だけ正解。あと少しで真相に触れられたのに。それでもすごい。残りの半分はビルビー本人でさえ知るすべがないからね。だから私が説明するよ。私は人間だった、それは間違いない。私とビルビーに切っても切れない関係があるのも間違いない。ビルビーが私を殺したのも間違いないんだ。つまり総合的に考えると残った可能性は一つだけ。私がビルビー本人なんだよ。改めて自己紹介しようか、メイ。対ケビン武装、タイプ68の発明者、講師のビルビー。お見知りおきよ。燃える豪華、身を削る。苦豪無限、生涯を照らす。一面の骸骨、不朽を作る。決戦の時は来た。ディアナのターン。天下準備。燃える豪華、身を削る。苦豪無限、生涯を照らす。一面の骸骨、不朽を作る。また火傷に注意。このレッスン、全てを断ち切る。無限、生涯を照らす。一面の骸骨、不朽を作る。雷鳴が千鳥バットン。次はは審判の時は来た。行動を開始しよう。こうして思い切り戦ったのは久しぶりだ。見ての通り、私の指導を拒んでも
君が損するだけだよ、メイ。何？まださっきのことに驚いてるの？いいね。今の君の驚いてる表情、とても気に入ったよ。本当は、殺されるという言葉は少し不適切なんだ。それは解決できない大きな危機に立ち向かった時に、取らざるを得なかった行動に過ぎない。トカゲだって、命を脅かす存在に直面した時は、自ら尻尾を切る。そうでしょ？そう。それが私だよ。思考分割のせいかもしれないけど、私に対する戒律の影響が対処できる範囲を超えたんだ。他の方法も試してみたけど、君も知ってる通り、戒律の漆黒は死以外は逃れられない。私のあらゆる抵抗は全て歌方となった。だから最終的に私はそうせざるを得なかった。戒律の効果を一つの人格に集中させ、そして彼女の存在を消す。私の訓練に付き合ってもらえるよう、君を騙。説得したくて、仕方なく大げさに話したんだ。事実上、これはビルビー全員の共通の決定。責任を今のビルビーに押し付けるのは少し不公平だよ。それはね、私が自ら犠牲になることを願ったの。もちろん、それはあくまで一つの可能性。戒律が私の部分に来て消えざるを得なかった。もしくは、じゃんけんで犠牲者を決めた結果、たまたま私の運が悪かった。君の好きな方を信じていいよ。そうだとしても別に構わないでしょ？多くの人たちにとって彼らの信じたいことが真実なの。だからこそ私はここにいるんだよ。それは今のビルビーに聞くしかないよ。ビルビーは私を殺したことをずっと気にしてる。それは知ってたけど、まさかその執念がここまで強かったとはね。君も言ったでしょ？バルドの猫。名前は缶詰だったかな。私が現れるようになったのも似たようなことさ。私たちの記憶はビルビーのもの。数字の世界で復元されたって別に変なことでもないでしょ？だって現実にいる私はもう完全に消えたもの。学園でも現実と真逆な状況は模倣できない。私の貴重な知恵を失った後、ビルビーの創作がうまくいっていなかったのも大きな原因だと思うけどね。幸い、私は以前設計した携帯式武装カードのことを忘れていなかった。それを楽園の記憶空間に復元したことで、なんとか居場所を作れたんだ。
そんな顔をしないでよ、メイ。再びここに現れるなんて、死んだ人格にとって非常にラッキーなことだと思わない？それに、ビルビーとして生きてきた私の人生も、たくさんのものを残せた。君が手も足も出ない対ケビン武装、その一部は私の手柄だよ。だから死に不満はないんだよ。今の姿だって手と足が短いだけで別に不便ではないし、もともとはカードロボットとしてこの秘密をおとなしく口外しないでおこうと思ってたから、君に正体を教えなかったんだ。ずっと信憑性がないって思われてるけど、たくさんのことを教えてきた事実に免じて、君はこんな小さな汚点を気にしないでくれる。そうだよね。君にこのことを教えたって？それはもちろん、また死ぬからだよ。壊れたパーツは変えないといけない。それはごく普通のことでしょ？このロボットの動力源は比較的特殊な材料を使ってるってすでに確認済みだ。言うまでもなく、ビルビーが楽園を設計した時はそんな詳細を入れていなかった。だからたとえ私が比類なき天才だとしても、エネルギーが尽きることに対しては不運を認めるしかないよ。ビルビーが私の意識をロボットの中に残したのは助けにもなったし、害にもなった。これが運命の選択だってそう言うしかないだろうね。そう、残された時間がそう多くない人にとっては細かいことなんていちいち構っていられない。そうでしょ？全てが終わる前に、少なくとも自分の把握してることを別の誰かに託したかった。そうしたら、君に冷たく拒否された。メイ、君は今まで私が見てきた中で最も強い意志を持つ生徒だった。ちなみに、今のは褒め言葉じゃないよ。それで、私の真意を理解できたのかな？私から見れば、あの時の君が己の安全を気にする必要はそもそもなかった。武装カードは私が作ったものだし、試練の怪物だって私が操ってたもの。何があっても、私の生徒である君を死なせるわけがないでしょ？げ、なんかますます気まずくなってる？君の信頼を勝ち取るのは簡単なことじゃなさそうだね。もちろん、あの怪物たちは私が作ったわけじゃない。こういう時くらい、私を信じたらどうなの？でも、奴らの出現は、私と関係がないとは言い切れないんだ。どうして奴らが、とこしえの楽園に現れたか知ってるよね？そう。そのデータエラーが私だから、少なくとも一部はそうだね。
私が再びここに現れること自体、不思議な間違いなんだよ。その間違いによって、さらに多くの間違いが起きた。初めて会った時、どうして私が急に起動したかって、君はそう聞いたよね。私にとって、その問題に直面することは、少し気まずくなる行為だったからだよ。私が起動したのは、カードの使用者の窮地を感じたから。私の今の体は、カードの最もコアとなる部分なんだ。カード使用者を導くものであり、守るものでもある。つまり、君のトラブルを解決するために、私は目覚めたんだ。これで信じてくれるかな？試練を受けさせようと君を騙したとき、確かに市場はあった。だけど、その市場よりも優先して、私は必ず君を守るんだ。もういいんだ。君は私のせいでめちゃくちゃになった、あの怪物たちを片付けてくれてるからね。死者誤入して、君が試練を受けたってことにする。そう。私がもうすぐ死ぬからね。私というデータエラーが完全に消えたら、奴らもしばらく現れなくなるだろう。けど、このまま放っておくわけにもいかない。だから、メイ、久しぶりに私と協力してみない？私が去る前に、一緒にこの混乱した事態を何とかしよう。先輩ね、美しい記憶は全部ここに。私の心の中にある。ご覧、これこそ私があらゆる知恵と力を集め、人生の半分をかけて作った武装カードの本当の力だよ。サプライズをもたらし、常識を覆す。この手と目を規則とし、この知恵で報円をなす。私の番、待ってはないね。燃える豪華、身を削る深海の元素、苦悩無限、生涯を照らす夜明けに真理を見る、一面の骸骨、不朽を作る。燃える豪華、身を削る世間の百味を集め、生涯を照らす一面の骸骨、不朽を作る。燃える豪華、身を削るこの真実を無限、苦悩交わる名曲、生涯を照らす一面の骸骨、不朽を作る。これこそが引率者としての再起。燃える豪華、身を削る苦悩無限、生涯を照らす一面の骸骨、もう少しコツを教えてあげよう、メイ。燃える豪華、身を削る、さあ、目をそらさないで。苦悩無限、生涯を照らす、この瞬間をちゃんと見て、頭に焼き付ける。一面の骸骨、これこそが、不朽を作る私の最も自慢とする発明、対ケビン武装タイプ68の完全形態。瞬
いりません。行きましょう。盛大な景色、そうでしょ。残念なことにまだ未完成品のままだ。でなければ螺旋の未来はここで止まったりしない。どうやら私の時間もそろそろ終わりのようだ。最後の時間、もう一つ秘密を教えてあげようか。私は死を恐れないけど、遺憾がないわけじゃないよ。唯一の遺憾は、私が死んだ日に君の手にある未完成品の武装カードを誰にも見せられなかったこと。私のような天才にとって自分の想像が認められないことより苦しいことはないでしょう。でもまさかビルビーの執念で楽園で復活し、私の最も自慢の作品の一部になるとは思わなかった。私にとってはすでに見たことのない奇跡だった。そして君が私を目覚めさせ、誇りをかぶったカードが再び使われるようになった。まさに二重の奇跡だよ。いいの、感動的なセリフを考えなくていいから。どうせ好きじゃないし。今度こそ本当にお別れだよ。さよなら、メイ。それと私のカードを手に取ってくれてありがとう。休んでも